生まれはロシア、私は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。なんでピロシキーズ言わんかったね、恥ずかしいか言ったで、ちーすぐ恥ずかしがるんやからピロシキーズ堂々と外で叫べるぐらいはピロシキーズです。はいはいなんかたまにアレちゃんってテンション上がると俺すごいシュンとなっちゃうんだよね。なんかこれ何なんだろうね、聞くんやろな、昔から思って聞いてんのか、聞いてるな、聞いてんのかやめろやあ、よかった今日もやめろや、どこで言えようかなって。今日はちょっと違う。え、ほんで今日何すんの、何すんの、分からへん、一応分からへん。え、何すんの今日は。二人にサイコパス診断テストをしたいと思います。また可愛い声出してサイコパス、サイコパス、あ、もう全然聞いてなかった。なんでサイコパス診断、サイコパス診断テスト、意味が分からへん。サイコパスかどうかを見つけるってこと、それで見極める。でも俺また言われてるから、もう言われた。アウトデラックスに出た時に、先日かなのちゃん刑務所、少年上がりのアイドルに、そう、指噛んで診断するんだけど、性格、それも指噛まれて、とんだ最高野郎って言われた。多分そうだと思う。早速、やっていきたいと思います、ほんま、ずっとドン引きしてたもんな、今聞いてて。あ、問題ね。あ、ちゃんと問題が書いてあるわ。ずっとなんでやってたんだろうね。え、なんか怖い。なんなん、手に汗が出てきたんだけど。だから相当悪いやつの気持ちになってね、もうめちゃ悪者っていう、うん、こんな許せへんようなやつみたいな。フルコースの品に致死量の毒を持って対面の相手を殺します。カレー事件な。ほんでどのメニューに仕掛ける？前菜？メニュー？お腹が鳴った。お腹すいた。前菜メニューを見て。じゃあ答え合わせやな。ちょっと教えてください。1問目。はい。あなたは長年にわたり殺人を犯してきたが、ついに捕まり裁判官にこう聞かれた。なぜ殺したのかね。さて、なんと答える？え、うちやな。うん。え、ちょっとなんで書いたの？え、なんとなく。え？なんとなく。だって殺人を犯してきてるわけやん。ずっと、もうずっと殺してるわけやん。理由なくね。てかさ、俺も全く一緒のこと書いてる。え？深い理由はない。それもそうじゃない？深い理由ないよな。だって長年やってるのはもう頭おかしいから、多分理由ないねんと思う。一般人の回答は、憎かった、楽しかった、ムカついたなど理由を答える。そんなムカつくことあんの？毎回ムカついてんの？そしてサイコパスの答え、なんとなく。さあ、嘘や。理由なく殺人を犯す。嘘。また殺人の食事など普通の行動と同じだと思っている。つまり二人は最後まで。2問目。ある町で一家惨殺事件が起こった。知らんし。どうやら母親が何者かに恨まれているようだ。母親？母親。あ、そうなんや。じゃあその問題聞いてやかい。まあ今次々5人家族のうち、母、夫、姉、兄の4人が殺され、生後10ヶ月の妹だけが無事だった。ほう。犯人はなぜ赤ん坊だけ殺さなかったのか。はい、アレちゃんの回答は、え、普通に赤ちゃんは証言できないから、犯人のこと見てないし、犯人のことを見たとか誰が殺したっていうのは別に、あー、なるほどね。うん、プラスは、なるほどね。え、でも自分ちょっと聞き物はしてたんねんけど、ものすごく恨みのある家族だったから殺したんで、まあ、でも母が恨みがあったんな。で、赤ん坊を殺してもその恨みを晴らすために殺したと理解させることができないから、大人になるのを待ってなぜ殺すのかを理解させてから殺す。本当やろ、絶対ちゃんとマックスは違う違う本当やで。だってよ、もうなんか成長させて大きくなってからもう一回殺しに行くんだ。だって恨みで全員殺すんやったらな、なんかそんなおお違う。俺絶対でもそういう、なんていうの、普通の人はそっちやと思う。そっちの方で考えてると、証言って結構やばいと思う。
証言ってもう自分のことしか考えてへんもん。答え教えて。答え、一般人の回答は赤ん坊を殺すのは忍びなかったから、うん、赤ちゃんを殺すのはかわいそうだから、うん、ほら、お前じゃねえよでも、そうかな。サイコパスの回答は生かしておいても証言者に逃げないからえ、お前やん、思いっきりお前やん、びっくりした今。あれちゃんはサイコパスです。お前はなんだ。ルイちゃんはお前はクレイジーな一般だろ。考え方がひねくれた一般よかった。3問目。はい。 A 子と B 子は親友だった。2人とも孤児に生まれ必死に勉強し手を取り合って事業を起こし成功を収めた。そして成功を収めお金持ちになった B 子はある日 A 子を殺した。なんかさ、お好きと B 子みたいにしとった方がよかったじゃん。最高パス、お前だよ。 B 子はみたいな。お前やめろよ。 A 子と B 子やめろ。やーお好きと B 子にしとった方がよかった。なぜでしょう。なぜ B 子は A 子を殺したのでしょうか。姉ちゃんの回答は。なんて書いたの。うちは普通になんかその全財産とか自分にもらえるため。あ、その殺したらなんか2人でやってるから。でもそれ何もらえるんかな。なんか分かんないけど、殺したらもらえるわけじゃない気がするねんな。でもなんか多分何かプラスになることがないと殺せないでしょ、うん、だってそんななんか仲悪くなったから殺したとかじゃないでしょ。でも自分はどっちかというと仲悪くなった方やねそうなん。仲悪くなったから殺したん。なんか A 子だけ結婚することになったことが許せなかった。あ、すげえ、なんかストーリーを作ってる。すごいよ、作ってる。 A 子だけ書いてあった。書いてないけど、なんか分からんけど、ずっと子供の頃から一緒やのに、 A 子ばっかりイケメンの彼氏作って、ずっとなんかデートばっかりして仕事もせんと結婚して子供まで産もうとして、ストーリーやん。私のこと差し置いてみたいな、そっち系かな。そんなこと書いてないでしょ。なんかストーリー作っちゃってるやん。違うのかな。ほんで正解です。一般人の回答、事業を独り占めするため、うん、あじゃあアレちゃん、アレちゃん、一般人、あ、一般人です。サイコパスの回答、自分の過去を知っているから。サイコパスはプライドが高く、かつての惨めな自分を思い出させる A 子が邪魔だった。つまり A 子が邪魔、過去をこう知られているからみたいなのって、なんかちょっとこうそこみたいな、こう、なんていうの、想定外すぎて、だからちょっと俺は多分違うと思う。サイコじゃない方やと思う。まあちょっと変わった一般人。やっぱりあんた変わってんだよ。変わってるだけよ。あ、よかった。はい、次次、4問目。あなたの前に戦時中に怪我をした軍人の肖像画がかかっています。どんな肖像画やねん。どこに怪我をしているでしょうか。はい、アレちゃんは？いや、なんか普通に写真見て下がなかったから足がない。次。え足がないんじゃない。なんか俺は普通になんか脇腹なんで脇腹なの。なんか脇腹にな、なんか上半身裸でこう包帯巻いてるのちょっとエロいからよく映画で見るから。どこ怪我したのか知らんけど、なんかここを包帯巻いててさ、ちょっとおっぱい出てつつみたいな。そうちょうど乳首ぐらいでこうかかってる。でも写真で、だって写真が肖像が。分かんない。ほんで何なんですか。意味分かんない。一般人の回答、足、腕などその他。まあ、大丈夫、一般人ですね。サイコパスの回答、頭、胸などの急所。でも脇腹って急所じゃないからな。プラスはやっぱりちょっと変わった一般人。変わってんだね、お前は。なんだ、意味が分からん。意味分からんくない、急所って。お前変わってんだよ。5問目。YouTuber のあなたは、自分の考えた今まで世に出たことのないオリジナルのネタとそっくりの動画が、他の YouTuber によって公開されていることに気づきました。まだ公開してない前に公開されたんやもんな、これ。後にその動画は大ヒットし、あなたはその YouTuber を殺しました。なぜでしょう。ムカついたから。もうなんか、私撮ったのに、ムカつくプシュッみたいな。すげえ、なんか可愛らしいやつやん。めっちゃ可愛らしいやつやん。ムカつく。アレちゃんは、え、殺したコツを動画にしてバズらせる。怖いよ。怖いねん、そもそも。
こいつばっかりなあ、こいつばっかり流行った動画上げ て、 だってこいつ殺して動画バズらせようみたいな、バンやバン。だって殺しさ、一般人の回答、自分のアイディアで売れたのが悔しいから、まずは怒りの感情プラス、あるかとかね、でも自分のアイディアちゃうやろ、ほんたまたまアイディアかぶっただけだろ、悔しくなったらあかんよな、そんな、そんな我慢するしかない。サイコパスの回答サイコパスの回答は監視されているかもしれないと思ったから、あーなるほどね、サイコパスちゃう、アホなだけアホなだけ、だって変な一般人、なんで殺したかやの、変な一般人ね、そう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 、え、なるほどね、監視されてるかもしれへんなって思ってまんねや、そうそう、私の確かに全く同じのやったらどこで見られたんやろみたいな私たちなってたやん実際な、パクられたと思った時ストーリーに載せたんちゃんみたいな第6問、最後の問題です。ブルコースの品に致死量の毒を持って対面の相手を殺します、どのメニューに仕掛けますか。殺してる時点でもうなんかね変なやつだから、あの少しずつ前菜から最後まで増やしていく、徐々に殺す徐々に殺す徐々に弱らしていくプラスは、デザート、なんでデザートにしたの、かっこさっきお腹のなってたもんねデザートでかっこ食事中に毒で死んだら騒ぎになるから、食後の帰り道に死ぬ方が都合が良さそう。おおお、なんか分かる、お前サイコパスだな、違う、なんかその場で死んだら騒ぎや、なんか帰りに死んだらなんで死んだか分からへんとか、なんかなんで自分がおらへんとこで後で死ぬみたいな、あ、でもちょっと似てんじゃない。一般人の回答は水、デザートなど一つの料理を答える、よかった、俺デザートプラスは一つですね、よかった一般人です。サイコパスの回答は相手の苦しむ顔を長く見ていたかったので全ての料理にお前サイコパスや、分割して混ぜ込んでおいた、お前あかんあかん、お前サイコパスや、あれちゃんはだってもう殺してる時点で徐々に、でもそれ殺人だから、それはなんか一発でやってもなんかね、ね、普通に赤ちゃんは証券できないのかな、あの少しずつ前菜から最後まで増やしていく、徐々に殺す、まあでもさ、なんか中学生とかはねちょっとサイコパスになりたいみたいな子とかも結構ね、なんていうの、俺ってサイコパスじゃねみたいに思ってたり、ちょっと憧れ的な、ちょっとかっこよくねみたいな、する人もおるけど、なんだろうね、いいことではないよね、かっこよくもないよね別に、サイコパス、うん、だってさ、まあ、要は犯罪、まあ、今まで人殺したりしてきたような人のなんか答えたものの総合的に見た時にそう答えやすい問題だったってことでしょう。なんか見てるとやっぱなんだろう、自分のことしか考えないみたいな、他人のことを考えずに自分のことしか考えないみたいな感じがサイコパスやなって思ったし、なんかサイコパスって頭がいいって思われがちやけど、なんか今の問題見てあんまり別に頭も良くないなって思った。やっぱアレちゃんみたいにちょっとずつ食べさせるって頭の悪い殺し方やもん、一気に殺した方がいいもん絶対。なんでうちのことディスりに入ってんのお前は。別に頭がいい、俺サイコパスサイコパスってすごい頭がいい人のこと言ってんのかと思ったら、そんなことないねんな。なんかどっちかっていうとサイコパスは頭自分のことしか考えてない人なんやなって思った。だからあんた最低自分のことしか考えてないやないの、なんでそういうお家なの、自分がちょっとでも可愛く映ろうと思って、なんでやねほんまに、なんでやね俺さ、知り合いにサイコパスおるわ。え、なんで、いや、おったねん、そう、その人はな、なんかすごいな、新しい、あ、俺全然思いつかへんかったって思ったねんけど、あの卒業アルバムあるやろ、卒業アルバムで、卒業アルバムってさ、こうみんな全校生がさ校庭に出てさ、こう上を向いてさ、こうなんていうの、上空写真みたいなの撮るの、あるやん、校内から上のね、それでみんな上を向いてあーってやっ
ってる写真に向けて写生をするっていう人がおったりして、どういうこと、もうみんなだからこうやってる、こうあーってやってる上からブワーって精液をかけることで快感を得てる人がおったり。ちょっと待って、どうやってそんななんかみんなあーって言って向いたらもうビューみたいな。いやだからその卒アル出してそこでこうオナニーして出すってことやろ。だからそのそれでみんなあーってなってる上にその精液がドボドボってかかる、それが興奮するねんって。それサイコパスなの。それサイコパスなっちゃう。それ変態やろうだ。それ変態。もう世の中のこと分からへんこと多いな、いろいろ。